クロワッサン、クロワッサン、クロワッサン。ホリデーモーニングはクロワッサン。今朝はいつものスーパーの焼きたてパン屋さん。小ぶりのクロワッサンだけど、この物価高に消費税込みの3個で130円。本当にありがとうございます。いただきまーす。今日もアンダー 100g のベビーエイプを飛ばしています。最近のドローン規制で5インチ飛ばしづらくて、昔園田素直という自民党の政治家がいて、官房長官や大臣を歴任した人なんですが、この人ラジコンが趣味で、その時代はラジコン飛行機のパラダイスでした。当時も苦情や事故が問題になったことはあったんだけど、河川敷にラジコン専用飛行場が許可されたり、今のようなドローン、ソースターみたいなことにはなりませんでした。ラジコン保険もこの頃にできたんじゃないかな。プロコにも賠償責任保険がついていたと思います。奥さんが変わった名前の方で、野党の議員さんだったんだけど、電撃結婚されて、すごくかっこいい先進的な人でした。当時のラジコンファンはこの方のおかげでかなりの恩恵を受けたと思います。亡くなられてからも奥さんが日本科学模型安全委員会の名誉会長を長らくされていました。2015年に亡くなられて以降、どなたが引き継がれたかは不明です。そもそもいろんなトラブルの原因は飛ばす場所がないことが原因なので、廃校になった運動場とか使っていない場所を開放してくれたりすれば全てが解決すると思います。誰かアマチュアドローン協会を作って、趣味のドローンを保護する活動をやってほしいな。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけたら、いいねボタンをお願いします。またチャンネル登録をしていただければ励みになりますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。